ろロ,ロリです <laughs> うんうん <laughs> うん終戦とは思いたくないんですけど。<laughs> まあ <laughs> <laughs> ええー、もう終わりなんかな。終わりなんかな。もう。うん。相性良かったオリックスにはホームで負けて、ベルナドームでは、いつも通り負けるっていう感じですか。 <laughs> ちょっともう、ビールいただいてゲプってなっちゃいました <laughs>。にゃーん。西武対ロッテ、9月6日火曜日。あと、ベルナドーム。18時から、えー、ドームなのに、鈴虫の声とか、すごくする、ベルナドーム。3対2。ロッテの、負け いいん石川歩投手でございました。途中までパーフェクトピッチング。ね。サウナ好きの石川投手。ベルナドームはよくサウナって言われてますから。まあサウナ好きの石川投手がサウナで投げるということでね。まあ、で、しかも途中までパーフェクト。いやただその高橋光那投手もね、あのベルナドームの席よりもグラブが緑でおなじみの えー、高橋コーナー投手がね、相手だったんですけども、うーん。そしたらね、石川投手が、まあ4回に、まあこれも後で触れましょう。ロッテはその後、えー、東条投手、マス投手、はい、投げてくれましたけども、ね、二人は無失点だったんですけども、まっすーはね、まあ復活してきて、うん。 どうなんだろう持ち直してはいるのかな東條投手もね、この間、まあ、だいぶちょっと、あの、レンダーを浴びてしまいましたけども、今日は2人がね、まあ、あの、えっ、ー、と、いつもの勝ちパターン、うん、2人が、まあ、ビハインドの中ですが、投げてくれて、まあ、戻ってきてはいるのかなっていう感じでしたね、うん。えー、4回、ワンアウト、もうヒット3本でね、満塁にしたんですよ。でも、中野さんはね、 よく言ってます。えー、満塁はピンチです、ピロイさんと。そんなわけはないと。僕は、そん、あの、なんだろうな。<laughs> そうだよね。<laughs> そうだよねって言いながら、僕は、そんなわけないと。満塁、ワンナウト満塁って、チャンスでしょうって、僕は、 あのー、すみません。本当にちょっと心の中で思っていたりしたんですよ。本当にピンチでした。はい。えー、チャタニ選手が、5、2、3、ね、自身もアウトになってしまうダブルプレーそして、その裏、めちゃめちゃ調子良かった石川投手。えー、3番の森選手。2アウトから、えー、ポンポンと、えー、アウトを2つ取って、2アウトで森選手出てきます。 森選手は、あのー、登場曲なんですけど、あれ、ちょっと、ややこしいんですよ。あの、ゾゾマリンスタジアムの、1回裏が始まる前の曲と、森、森選手の、森友選手の登場曲が一緒でして、はい。バータチク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 ツク,クバーバー、バばババ、バ,バ,ーバ,バ,ーバ,バー、みたいなやつ。うん。 あれ、もう、ゾゾマリンの曲にしてくれませんかなんか、好きですか森友選手もあの曲好きですかうん。しょう、しょうがないんかな今日も、ね、曲だけ聞いてると、あれこれ、ゾゾマリンでやってんのかなこれ、みたいな感じになるんですよね。森友選手がまた、3番を打ってて、こう、1回裏に回ってくるから、ね。そんな、えー、森友選手が、ホームラン。そして、えー、4番山川選手。 えー、13球くらい粘って、これもね、そんなに甘くはなかったんですよ。まあ、少し、ね、ちょっとない、えー、まあ、真ん中低めぐらいの球だったんですけども、ホームラン。そして、5番。ウーネンティン選手。ウーネンティーンウーネンティン選手。勢いで打たせてもらったと、ホームラン。えー、令和の、 バース、掛布、岡田でございます。3番、4番、5番が、えー、セーブ3番、4番、5番が、連続ホームラン、2アウトから、これで、3点、決勝点。はい。えー、ロッテはね、5回、えー、高橋今田投手のワイルドピッチで、プラス1点。そして8回、まあ、山口選手のね、いい当たりがあって、で、しかも、この、えー、ウー、ネンティン選手が、えー、攻してしまいまして、ね、山口選手の当たり。で、さらに1点。 ただね、まあ、ここで、さすが、エース、高橋コーナー投手、ね、ウー選手をこう、まあ、少し励ますようなことをね、してね、セブファンがうるっと来てましたね。なんか、身長的にも、髪型的にも、ふたきさんも、ーナー投手みたいになってほしかったんですけどね。ふたきさん元気かな、今。ふたきさん投げてます最近2軍で。どうですかふたきさん。ふたきさん ふたきさん18番つけて、ふたきさん最近元気してますかねほんでもって。えー、9回ね、えー、角中選手が、え平投手相手だったんですけども、角中選手ヒット。で、その後、松川選手。バード失敗。そして、えー、まあこれもね、ちょっといろいろ意見があるんですけども、藤原選手に変えて、代打、レアード選手。凡退。 で、最後。まあ、ここまで、ね、ノーヒットだった荻野選手が、いい当たり放つんですけど、サードライナー。ゲームセッツ。うん。うん。今ね、日本人選手たちで頑張ってくれてるんですけど、やっぱ、軸がないですよね。軸がないのと、 うん、高橋昆奈投手、えー、二桁勝利おめでとうございます。ね。やっぱ、ロッテ9アンダー、セーブ5アンダーっていうのを聞くと、まあ、やっぱ、長打が打てる選手は、大事っすよね。うん。まあ、山口選手、ね、えー、アジャ選手、井上選手、安田選手、今日も、えー、最後ね、チャンスで、まあ、安田選手が、もう、本当途中、高橋昆奈投手を途中降板させて、ね、左キラーの久モン投手が出てきて、 えー、かっこよかったですね。あの、安田選手を、ね、今日も2安打してる安田選手を三振に取って、いやー、西武はね、しっかりちょっと仕事をね、してますよね、その辺。うん。いやー、4連敗ですか。うん、終わってしまうんか。このまま、中野さんと、YouTube チャンネルを始めて、うん、ロッテファン同士ですね、中野さんが、 ピロエさん、あの、人生で二人目です、ロッテファンに会ったのはと言ってくれて、始めた、2020年から始めた、えー、千葉ロッテマンズ応援チャンネル。2020年に、に2021年に、に2022年は、終わってしまうのか、ここで。うん。なんとかね、ちょっと、あとあの、三連発出た後の滝沢選手、すごい力んでましたね。あの、可愛い,いって思いました。 <laughs> すいませんね。本当にちょっともう、ね、育成ドラフト2の滝沢選手、いい選手になりそうです。ね、164センチ。僕より、えー、身長ちっちゃい滝沢選手、今後も期待しましょう。そしてね、まあ、藤原選手ヒット出たのが嬉しいんですけどね、やっぱり、うーん、レアード選手がちょっと元気なくて、まあ、少しスイングは戻ってきたのかなって感じなんですけど、まあね、うん、うん。 まあ、ちょっと、全体的に、頑張ってほしいようなうん。ちょっと、意気承知してる間もなく、次の試合は来るのでね。本当にね。明日、えー、っと、最近中月待機が多かった、ルーキーの、スミラ投手。えー、チーチローと書いて、チーロ投手。えー、対するロッテは、ショーマ投手が、えー、やってきます。佐藤ショーマ投手。ね。ショーマ投手が、もう二軍でしっかり準備してきたので、頑張りますっていうことなので、またね、 ここでちょっとチャンスが来たっていうことでこの一発のある西武打線、今日も3発にやられましたから、あアイムさんがあのサウナ好きな歩さんがサウナで行けると思ったらやられたんでね、うん佐藤翔馬投手になんとかこう緩急で、えー、頑張ってほしい山崎幸也投手みたいな感じでねもう緩急で、えー、なんとか打ち取ってほしいなと思います。皆さんあのー ちょっと心折れそうなんで、皆さん、あの、いつもより、ここまで動画見てくださった方は、コメント、多めでお願いします。<laughs> 皆さんありがとうございます。あの、前回の、ね、前回の怪しいビルの動画にもいっぱいコメントをくださって、<laughs> はい。ラジオ前の、時間なくてホワイトボード書いてない動画にも、いっぱいコメントくださってありがとうございます。ただ、えー、ちょっと心折れそうです。ピロリ <laughs> 皆さん、 あのー、なんとかちょっと、今日の感想を、ね、愚痴っぽくなってしまうかもしれないんですけども、感想とか書いてちょっと、ピロリさん一人じゃないよって教えていただけると <laughs>、幸いでございます。明日は、中野さんが、配信はできるのかなうん。けど、まあ、中野さんが結構ガツい試合見れると思うので、はい。明日は、買ってくれい。ありがとうございました、今日も。 セブンファンの皆さんも、試合の感想をコメントしてください。皆さんは、意気承知にしていると思いますが、明日勝ちましょうえい、えい、おおバイバーイ